ザワつく TV をご覧の皆様こんばんは、本日はこちら株式会社鳳凰ショールームより、麻雀連合関西による、月例会のスピンオフ企画として、ドラフト麻雀をお送りいたします。実況を務めます、麻雀連合、田村光です。よろしくお願いします。で本日の解説をご紹介します。あ、はい、麻雀連合津田選手の千野です。よろしくお願いします。で、本日はチーム戦です。でチーム戦で、チームリーダーが4名のツアー選手をドラフト形式で獲得して3班ちゃんの対局を行い、どちらのチームが勝ったかという、まあ、ポイントの多い方が、勝利チームとなります。ポイント、はい。でルールはミューカップルールなんですが、順位点が少し、いつものミューカップルールと異なります。トップがプラス20、2着がプラス10、3着がプラスマイナス0、4着がマイナス30となっております。なのでまあラスだけがちょっとだいぶ馬が大きいということですね。そうですね。それではまず、チームリーダーをご紹介します。もうお二人ともすでにいらっしゃってますが、ではまず、あ、麻雀連合認定プロの松井和義です。よろしくお願いします。そして、はい、麻雀連合認定プロ清水英二です。よろしくです。はい、お二人がチームリーダーとして、まずは、はい、それでは、チームを決め、まずはチームを決めていきます。はい、ということでまず、誰が欲しいかをこのホワイトボードに書いていただきます。一巡目の指名ですね。ドラフト一巡目指名をまず早速書いていただきます。今からですからね。ここの4人、ね、ここに書いてある4人の中から、ね、1人を選ぶんですね。はい、傭兵と処方のコンビって書いてあるけど、まだコンビ決まってないんですね。これからです。まあ、こちらにも書いてますが、はい、参加選手が、西村傭兵ツアー、小林博康ツアー、中出雄介ツアー、渡辺亜美ツアーとなっております。なので、まずはその中で一番この人が欲しいという思う人を書いていただきます。見えへんようにね。まあ見えへんようにですね。田村さんだったら誰にしますか、このように。誰にしますか。なかなか難しい質問ですね。ただ勝ちに行くか面白さを求めに行くかで、なんかちょっとまた変わってくるような気はしますけど、篠さんなら言わないの。言わないの。言わない。いや、僕は言わないですよ。篠さんは。僕ですか。僕はね、やっぱね、なんていうか味方、はい、見てる人も味方につけたいんで、書いたよ。まあやっぱ渡辺さんにしちゃいますかね、やっぱね。じゃあもう早速そんな感じですね。はい、共に OK です。見せていただきましょう。ではせーの、はい、1番、はい、なんだ、やっぱみんな人気重視や。マジか。ここにかぶる。まあ確かにね。マジか。あ、そう、なんで。あ、そう、かぶったので抽選となります。マジかよ。これ俺 100% 取れると思ったよ。いや、僕も外しに行ったのに。俺はもう全然取れると思ったよ、これ。外しに行ったんだって。外しに行った。でもどっちかは西村君勝つと思ったんだけど、僕もね。抽選に入ります。で、まあ、ここに白とチュンの牌があるんで、チュンを取った方、チュンを取った方が当選。白を引いた人は外れということになります。これめっちゃ大きいねんけど。混ぜます。え、渡辺さん、これ白引いたら当たりやったっけ。実質実質当たりとか、そういうひどいこと言う。どっちから引くかはもう相談の上で、連行序列で、はい、譲りますわ。もうマジか。引いてください。で、もっぱいなし、もっぱいなし、持って隠して持ってってください。で、一斉の上でいいですか。どっち引いたら当たりやったっけ。チューンが当たりですけども、実際の当たりは白かもしれないです。実際の当たりはね。はい、それでは、ひどいこと言う。開けていただきましょう。せーの、ドンドン、ハクシュン。シュン、おめでとうございます。抽選の、これ喜んでるやつ俺、これ渡辺さんゲットです。指名したでしょ。マジかよ。指名してましたでしょ。あ、残念ながら僕外れちゃいました。渡辺さんを書いて、渡辺さんをゲットした。これ当たり、はい、当たりですよ、当たり。はい、はい、じゃあ次、2指名に外れ1を。そうですね。あ、じゃあもう1球目指名したらいいですね。誰にしようかな。そうですね、もうこのままで、もう言っていただいても。小林中で西村。ここで、まあ渡辺さんが
くそー、渡辺取られたかー、この3人で喜んでんじゃんか、お前じゃあしゃーなしで西村あたり取っときますか。はい、清水チームの1巡目指名が、西村洋平ツアーとなりました。渡辺ツアーが松井チーム、西村ツアーが清水、いやでも、ね、チームとなります。実際僕ね、渡辺さん欲しかったんですよ。というのは、いやもうなんかやっぱね、いろいろと言ってくれた方がいいかなと思って、はい、どういう意味ですか、いろいろと。そうか、松井プロは渡辺さんを選んだ理由は、いや渡辺確実に取れると思ったんで。ということは清水さんは誰を書くと思ってるんですか。清水はやっぱりアゲヘイと書くんじゃないかなと思ってんけど、ね、まあ、まあしょうがないよ ね、まあしょうがないことはない、喜んでそうですやつやんな俺。当選ですよ、当選やんな、当選ですから。もう渋々のアゲヘイですよ、渋々の、はい、あ、松井さんそれボードください、はい、はい、ボード渡り渡り。では続いて2巡目の指名となります。残ってるのが小林ツアーと中出ツアー、どっち、どちらが欲しいかを書いていただきます。ああしょうがないな、書くわ。いきなり結構盛り上がりますね、渡辺ツアーで被る。これどうしよっかな、これ難しいよね、これ難しいですよ、これ難しいよ、これ今回難しい、僕でもいいですよ。僕でもいいですよ。解説総会で誰かやってもらうんでとか言って、まあ今回大体し、まあ、新人ツアーを集めたと言ってますが、西村さんで結構もう4年目、5年目という感じ。噛みすぎだ、さっきから一回慣れてないから、ね、ポイントもポイントを置いてるし、実況なんかに緊張してるんですよ、大体いつも解説だから。ちょっとあの人の、あの人の言葉を信じよう、書いたよ、あの人の言葉を信じよう。大体それで相談ついたんですよ、書いたよ。はい、では両チームと、2巡目の指名を書き終わりました。3人チームですよ。ではまたせーので出していただきます、はい、それではせーの、ドンドン。松井さんは、あの、あのいない人がいますか、来ないですか、ゴーはいないかな、今日ゴーはいないしなかったんですね、小林2人、今2人いるんですよ、小林って、はい、まあ、これは広安ということでよろしいですか。まあそうですね、まあ、小林さん、この間小林ゴーよりも上でしたからね、なんかあれもエマンカップとかね、そうです、確か。しかもね、はい、あの石原ツアーってあの前にもここで解説してくれた人ですけど、 あの人がね、ミューカップ印象な、僕が優勝したやつね、僕が優勝したところで、それが痛い、それが痛い、それが痛い。小林くんはマジで良かったってずっと言ってたんで、ちょっと信じてね、名前書いてみたんですけど、これ中出くんに悪いなって思う。中出くんそういう意味はないからね。大丈夫やで、ね、はい、では、はい、抽選どうぞ。抽選、こんな抽選にはならんよ、なかなか。ではお二人ともまた今度はさっき、あ、いいですか、どうぞ。チュンが当たり、チュンが当たりやね、どっちでもいいっすわ、もうそんなひどいドラフトチーム戦の意味がひどい。これこれあー、いそうな気がする。では一斉ので開けてください、せーの、ほらほら、まだ来た、まだ来た、まだ来た、これ喜んでるやつやろ、そうそう、どっちでもいいじゃないですか、どっちでもいいんかい。抽選の結果、小林さんは松井チームとなりました。連勝、多かったね、これ連勝ですよ。はい、で、清水チームは、中出ツアーということで、わかりました、はい、し、西村と中出、中出 OK です、はい、OK、はい、というわけで、ま、では、じゃあもうチームを全員紹介していきましょう。じゃあ、ね、松井チームのまず方々、じゃあ僕は履けたらいいですね、はい、じゃあ渡辺さんと松井チームの、はい、はい、松井チームの皆さん、はい、よろしくお願いします、はい、はい、よろしくお願いします。はい、よ、はい、では、はい、お一人ずつ自己紹介よろしくお願いします。はい、マジャ連合の渡辺亜美です、よろしくお願いします。はい、はい、はい、マージャン連合の小林博康です、よろしくお願いします、よろしくお願いします。はい、この二人となりましたが、松井プロ、そうなんや、これ、ね、保険かけたつもりやね。どういうことですか。別にこのメンツやったら、はい、松井負けてもしゃあないやん。いいな、いいな、いいな、そんなことないな。じゃあ、はい、1個だけ言って、いや、俺勝てると思って、この企画段階の時にいたんですけど、はい、松井さんに、はい、松井チームがいいって言ったら、はい、俺は渡辺選ばへんけどなって目見て言われて、でも1巡目2人しようって、めちゃくちゃ喜んでいいと思います。いいやつ、よしよし、はい、松井さんのために頑張ります、はい、そうやね、はい、まあ、僕の手となり足となって、はい、なれるかな、動いてくれたら勝てると思う、分かった、
サイン出して。小林君も、はい、清水さんと父親かぶってっていう感じですが、そうなんですね、今日の意味は。そうですね、日曜日の M1 カップ、うん、ギリギリ32位でね、通過。一応、はい、ラスト1期、一戦はできたんですけど。その話は、おもろいんやろな、まず。いや、おもろいんやろな。大阪出身の人たちと一緒にしないと。いやいや、頑張ってくれない困るんやで、これ。大阪に関しては、その辺はちょっと深いレベルを。ちゃんとおもろい話じゃないと、話した、話し始めた。あかんかん、ごめん。あ、じゃあいいです。やめるんかい、やめるんかい、やめるんかい、ごめんなさい。あかんみたい。やめるんかい。はい、すいませんでした。またあれツアーと小林さん。頑張るよ、小林。はい、頑張ります。ったのが同期。あ、そうです、同期です。はい、一緒になりました。ちょうど1年ぐらいですか。そうですね、なって今2年目に入りました。で、渡辺さんは結構、ジャンサク配信出てるんですけど、小林くんは2回目？そう。前、1回一緒で一緒に出ましたね。月齢としては2回目です。そうですね。強かったですよ、その時も。はい、そうですね、結構いいとこまで行きましたもんね。うん。強かった。今日はじゃあぜひまず一目頑張ってください。よろしく。なんかネクタイもなんかいじってほしいみたいな。そうですね。今見たなんて書いてあるの。会員の方からクリスマスプレゼント。マジか。見てるんや。はい。見てる。すごいよ。マイク。俺もんなこともないのに。すごいよ。はい。なんて書いてんの。これは多分最近ゲーム出てたものかなと。言っていい子。はい、だって見えへんやんね、カメラの人。ね、ピカチュウって書いてあります。ピカチュウポケモンかい。かわいいな。あれ、かわいいよ。かわいい、かわいい。はい、今日は力を合わせて勝ちましょう。頑張ります。頑張ります。作戦会議を、はい、よろしくお願いします。じゃあ、外れましょうか。はい、はいはい、いきます。そうですね、あー、落ちた。はい、ではそれでは清水チームにも登場していただきます。清水チームの皆さん、はい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 よ、はい、よし。はい、では順番に自己紹介お願いします。じゃあ中田君から。はい、今年から麻雀連合のミュウに所属していただくことになりました。ちょっと日本語弱いのはな、ミュウとしてどうかなと思って。そうですね、所属させていただくことになりました。中出と申します。よろしくお願いします。緊張しすぎ。配信初めてなんですよね。初めてなんです。そうですよね。ちょっとね、もうだいぶ手プロップするかもしれないけど。そうですね、大丈夫かな。はい、まあ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 、それはリーダーがどう扱っていくか。いやいや、もう僕はどうも扱わないですよ。放置、放置が一番困ると思う。はい、ではさらに。はい、ハズレ1位の西村です。よろしくお願いします。まあ、外れてこの2人。そうなんですよね。だから僕負けてもやっぱ取りたかった人は取れなかったっていう言い訳が立つじゃないですか。はい、さっきの松井さんも言い訳してたんで、こっちの言い訳ってもう2人とも恥ずきないと思うんですけど、大丈夫ですか。いやいや、勝つ気はあるんですよ。はい、まあ結果がどうなるかはね、分かんないですから。まあ今日はどうなるかほんまに分かんないですよね。はい、まあそうですね。はい、みんな初めてですから。初めて、そうですね。チーム戦っていうことも多分このマダ年号としては初めてですし、さらにまあ順位点も結構違うルールなんで、どうなるかっていう感じですね。はい、中根君はジャンサク初登場ということで、なんか喋っておきたいことなどは。そうですね、緊張してる。緊張して何を喋っていいか分かんないぐらいの。そうやろうな。まあまあまあ、まあ、逆に大丈夫ですか。はい、おいおいで。ほら、僕撮りたかった2人じゃないんで。ひどいこと言うの。はい、西村さんはチーム戦として、はい、今日はチーム戦ですが、なんかそうですね、はい、即席でタッグでやらなあかんみたいなですけどね、その、はい、勝ち抜け動向 で、はい、でも最初からタッグっていうのはなかなか珍しいんで、初めてなんで僕も、はいはい、楽しみです。はい、はい、では今からまたこのチーム作戦会議ということで、そうですね、はい、まあちょっとさすがにね、向こうのチームよりはこっちの方が絶対強いと思うんで。マジで言うていいんですか。いやいや、大丈夫です、大丈夫です。うち勝ちますから。あ、はい、じゃあもう、そういうことも皆さんぜひ覚えておいてくださいね。はい、もうこの2人大丈夫です、はい、僕はもう大丈夫だと思ってます。ひどいとかないですよ別に。マジで清水プロの作戦に下回していただけます。そういうのやめて、ちょっと負けた時急にこぶるやん。俺が悪いみたいなのにこれ負けた。はい、はい、ではありがとうございました。頑張ってください。すごいな、何でもっかやなめすぎ。ゼロゼロやん。ありがとうございました。じゃあ作戦会議。はい、作戦聞いてください。ここでじゃあ、あと千野さん読んだらいいですかね。そうですね、千野さんじゃあ、はい、お願いします。はい、ちょっとグダグダな感じになりましたが、すいません。やってます、もう丸聞こえになるじゃないですか。はい、
では急になんか広めようになりましたね、はい、では今さっきも言ってましたが、これから各チームには作戦会議をしていただいて、まずいきなり1回戦という感じになります。その間に本日のシステムと、ルールをご覧になってお待ちください。はい、皆さんお待たせいたしました。では1回戦の抜け番は松井チームより渡辺ツアー、はい、清水チームより清水プロ、はい、清水プロに、抜け番解説として来ていただきました。よろしくお願いします。はい、お願いします。さあ早速1回戦の開始ですかね。はい、では1回戦の対局を開始してください。さあ、ちーちゃんに、清水チーム西村ツアーで、なんちゃに松井チーム小林ツアー、シャーちゃに松井チーム松井プロ、ペイちゃに清水チーム中地ツアーという感じになっております。はい、で、上下もですね、同じチームが上下、並んでるっていう感じになってますね。ですね、はい、ですね。1回戦と3回戦、全3回戦で1回戦と3回戦が上下で、はい、2回戦がトイメンド、トイメンという並びなんですよね。はい、そう、まあお二人にはまあ応援解説、応援です、これも解説は応援ですよ、むしろ応援してんですね。はい、いいです、全然ください。トイン局ドラがシャになってます。あ、全員まずまずですね、はいはい。さあ、ただチーム戦ということで、まあ各チームどういう戦略でいくか、初めから どういくかっていう感じですよね。そうなんですよね、上茶下茶の座順がね、やっぱり難しいと思うんですよね。はい、僕このゲームというかこのルールで、うん、あのカジアンパラダイスでね、はい、2回ほどやらせてもらったんですけど、はい、やっぱむずいんですよね。あのメンバーでむずかったらめっちゃむずいやん。いやメンバーですよね。そりゃまあそうなんですけどね、はい、そのまんまですけどもね。ごめん清水さん、あれですよね、カジアンパラダイスはもうほんと振り込む側にずっと徹してましたよね。振り込む側ってなんか下手するんだよね、言い方やめてもらっていいですか。じゃあ返し込んでたんだよね。アシストする側、アシストする側、そう、差し込むべき局面で。そうドラ何、ドラはシャーです。シャー、さあ、西村ツアーがハクポンと、ローマンチーで早速転敗。ロキュピン、ロキュピン、はい、1500ですね、親ですからね。そう、松井さんも仕掛けました。サブロキュピン、キューピンのみ上がれる、キューピンのみ上がれる形。でも、アゲヘさんのローキューピンなんですね。ローキューピンですね。で、ここで西村さんが、まあどこから上がるか、松井さんがどこから上がるかという感じになるんですが、松井さんは先手なんで、で、他敵チームの親ですから、まあどこからでもっていう感じですかね。うん、そうですね、どこからでも上がるでしょう。はい、西村の場合は、おそらく味方からは上がらないんじゃないかと思うんですが、現状1500ですが、まあ上がれない可能性の方が高いっていう感じ。そうですね、あ、小林から出たらこれはピンを中でから出て上がらない。あ、中でからか、中でから出て同チームなので上がらない。1500歳も上がらない、1500歳も上がらない。うん、ね、早速積もった、早速積もった。キューピン、はい、またすげえ。そうですね、キューピンのみの積もりました。うん、親かぶらせ。いや、親かぶりは別にどうでもいいかな。あ、そうなんですけど。そっか。さあ、なんかいきなり上がらなかったのがあだとなったのか。ただいきなり早速、これやっぱ1500でも上がらない方がいいんですか。どうなんですか。まあ松井を天敗と見てなかったのかもしれないですね。そうですね、いきなりなんか反発音の仕掛けで、まだまだ遠いっていう可能性もありますね。シャー、特にドラガシャーなんで、まあ逆に怖いですけどね、ドラガシャーなんでっていう仕掛けられたらね。はい、あれ、中田が6じゃなくて9切ってたらどうなったんでしょうね。松井がローンって言うじゃないですか。で、そこで多分遅れて西村がローンみたいな、チローンみたいな頭あれです。そうですね、いや、まあしないかな、しないかな。はい、ドラス、そうですよ、はい、そうですよ。2曲は親は小林、松井チームの小林というなっております、うん、さあ、ドラが裾手配はどんな感じでしょうか。中出がいいんじゃないかな、どうですか。そうですね、中で比較できるかな。ドラメンツが、ね、ラできてて、さあ、ここでリャンメンもできました。あ、西村も結構まずまずリャンメンが多い、うん、そう、敵チームでしょ、うん、
これね、やっぱ積もりたいんですよね、はい、そうですね、敵チームの親の時はなんか親かぶりさせたいっていう感じですか、うん、トータルポイントで言うと、うん、味方からの、まあ、直撃って言うたら何も変わらないじゃないですか。そうですね、まあ、敵チームからの直撃が当然ベストなんですけど、うん、はい、まあやっぱ積も上がったらね、特に敵チーム親だったら親かぶってくれるんで、結構な差はできるかなとは思うんですけどね。大きいのをやっぱり積もりたいという感じですかね。勝手敵やった。そうです、はい、で本日、1回戦2回戦は時間打ち切りがあります、70分プラス1曲ですね。はい、まあ時計表示されてますが、1回戦2回戦は時間打ち切りがあります。まあこのルール結構長引きそうなんで、まあですね、最終はないんですね、はい、ということは。そうですね、最終戦はありません。そう、中出が7892、小林がね、これなんですよね。もう結構いいですね。これイシャンテン、ヤンシャンテンですけど形がいい。ヤンシャンテンですか、ええ、形がいい。あ、間違えた。コバゴじゃない、コバゴじゃない違う、ごめん。まあコバゴって書いた人は当てましたね。そう、いたよね。あ、イシャンテン789のイシャンテン。そうそう、さっきのトシさんやってないよ。中でが789の3色目のあるイシャンテンですね、今ね。ペンチーソーとローキュア、ここはぜひお役かぶらせたいと。ドラムを含んでます、うん、ペンジーソーロキューは、うん、中で頑張れ。そうですね、応援ですからね。ほんまに良くなってきました西村。そうですね、ヤンシャンテンが良くなってきました。西村どこ行ったの、おとなしいな。おとなしい、ね、まだトーンに いつもおとなしないやん。いや、さっきもスルーしてますからね。上がってましたから一応。西村さんがチームのこと考えるのがちょっと気持ち悪くない。何や、気持ち悪いって考えそうじゃないですか。いいとこやな、西村さん。そう、その中で入らない。もう小林、いいピン切っちゃったんですね。はい、切っちゃってもいいっちゃいいんですけど。ヘッドが、あ、さあ、松井仕掛けました、イーワンポン。おお、これはどういうことですか。イーワンポンはイーワンポンですね。イーワンポンなんですけど、いや、このチーム戦としてならではおそらくイーワンポンだとは思うんですけど、うん、でも仕掛け誰かをやりづらくしたってことですか。そうですね、はい、敵チームからするとやっぱりね、この小林が抱えてるトーンとかね、はい、うん、切りづらいですね。はい、中でも Q1 を仕掛けています。ペンチソン先輩、お、トーンを重ねた、トーンを重ねて、はい、中でを自由にさせないとね。なんだろう、ということでしょうね。おそらく敵チームをやりづらくするっていう意図だとは思うんですけど、うん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 、で、その上で小林頑張ってくれよっていうことですよね、要は。そうですね、はい、何か圧力をかけておく、うん。まあ、松井からしても先天でね、味方の親、まあ、敵からの直なら全然、はい、まだこの段階だったらいいのかもしれないですけどもね。さあ、ただ誰も止まらない敵チーム。敵チーム2人連敗でね。西村がうっぱそう、もう見てくれません。トーンはスルーですね。今小林の親を大事にしたはずね、はい、きっと松井さん。さあ、松井天敗でさ、天敗崩し、うん、まあ、ケイ天敗すら取らないと、トーンスルー解説してって、ごめんなさい、私の解説者ちょっとなんていうの。まあ本当はだから自分が上がりたい仕掛けじゃないということですね。小林さんでっかい、ちょっとね。さあ、小林テンパりました、ウーパピン、玉玉テン、ピンドロイチ、玉か、リッチでも良くないですか。ただ2人テンパイが多分入ってるんで、うん、そっか、うん、リッチも差し上げるのはちょっと分が悪いですね。後手になったということですか、ね、先のテンパイだったらね、遠慮なくリッチでもいいですけど、うん、そう。松井も3人に挟まれたのは分かっているでしょうか。それを含めてどう思うか、あ、中でから出ましたがスルーですね、西村。嘘、西村嘘スルー。やっぱり2000点だとちょっと上がりづらいんでしょうね、やっぱね。徹底しますね。さあ、ここで松井ですよ。ここで松井が、うん、先輩が取れそうですね。先輩取れそう。おお、嘘はいたない。嘘はやっぱりあれですね、怖いんですよね、見逃しが。実際当たってますけどね、松井さんの読みは、嘘、見逃しがどこまでもやっぱりケアしてる、かなり繊細ですね、はい、で、まあ、出ることはないと思うんですが、小林は松井からのウーパーピューどうするかっていう、まあほぼ出ないですけどね。小林松井からは上がらないと思います。上がらないですか。2900、いや、でもここで3人転敗だったら松井が3000点上がっちゃいました。パーピン掴んだ、お、あ、出ましたね、出ましたね、から出ましたね、ついに動きが出ましたね。これが最高撃撃、うん、今ですね、はい、直、よしよしよし、ピンフドライチ、よしよしよし、自分がトップ面だってね、相手のチームがラスメンです、はい、ね、まあ、まあ、危ないのはね、もちろん重々承知なんでしょうけど、はい、やっぱ天敗か天敗じゃないかもかなりでかいんでね、チーム戦のは特にっていう感じですか。そうですね、天敗っておくっていうのが、いやー、めちゃくちゃ大事です。と言って、はい、相手の片方にの一人脳天押し付ける的な、うわ
あの町のリャンソー打ちすごかったですね、そういう人もね。嘘を合わせずに、嘘を合わせずにリャンソーですからね、あれやっぱりね、しっかりと考えてないとできないですね。やっぱり嘘が通ったばっかりなんで、うん、固く現物を合わせちゃうと、うん、西村に論されるわけですね、うん、あれね、うん、西村の見逃しを結構やっぱりもうちゃんとケアしてるっていうことなんですね、さすがですね、まあ、チーム戦これはね、なかなかできないです、はい、今のところすごく出てます、ね、渡辺さん、次これをやれって言われてるんで一緒ですからね。そこまでは求めてない。ちょっと見逃してとか言って。はい、とにかくその2です。ドラがウピンです。ちなみに場所を決めてるのはチーム内で、相談して作戦会議にて決めてます、はい。場所決めはもうそのチームのが誰が上に座る、誰が下に座るという感じで決定してますね。まあ親はランダムというかサイコロ振ってますけど。そうね、チームメイトの着順が下がる上がりはできないね。押し上げるのはいいけど。はい、親の小林にトンガ統一、うん、ダブトンガ統一、ウーピンを持ってるがちょっと浮いている。さあ中でこれ本一成就すればでかいっすよ、積もれば親かぶらせたいっていう感じですね。親かぶらせたいですね。ドラ色本一、松井はドラガ統一、中ではドラ色本一、さあ手がぶつかりそうだ。ぶつかりますね、完全に、はい、ぶつかる。松井が今トンを切ってトン、さあこれで5800のイーシャンテン、ダウントンドラ1、スーチーピンと6球層、うん、このねトンの切り時なんかも役割の切り時ね本当に難しくて、ね、初めに切りすぎると泣かれないし、うん、引っ張りすぎるとそれはそれっていう感じですよ。危ないし他の人にも危なくなっちゃう、ね、そうなんですよ、だから本当難しいんですよ。そろそろ重なったというか、あーうち、さあ6球層チーが入りました。スーチーピンのテンパイ、スーマン切った、スーマンを切った、はい、うーん、まあ、スーマン今って両方見せたくなかったという感じですかね。さあこの小林ですが、はい、松井から出た時どうするか。まあ5800ですからまずスルーですよね、松井からは。でかすぎるな、でかすぎます。了解了解了解したの。いやもう自分に置き換えて、そうですよね、はい、これから打っていただくわけなんで、さあ周りもこれちょっときつい、松井だけ何でも切れるんですよ今、うん、そうなんですよね。ただ合わせ打ちができるこの座順、そうですね。スーチピン山盛りません。何枚ですか。スーピン1枚しか見れてない、7枚、はい、6枚いきですね、6枚ドラヒョウ、ドラヒョウとスーピン中で1枚なんで、うん、さあ、まあ、松井もこのドラドラを好き放題仕掛けて、まあ、全部見逃してもらって脇から上がるっていうことも選択できるっていうことですよね。林平さんチーピン止めた。まあ普通に麻雀として危ない範囲ですからね、スーチーピンって、ね、そうですね。これはまあまあ止めるのはそんなに難しくないと思うんですけど、松井がこの後松井がそうですね、スーチーピン持ってきた時にどうするかですね。チートイツドラドラ松井テンパイしましたね。ヤマンタンキー高岡さん、 CM ちゃう広告、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ中でペイ押しましたよ。ペイ押した方ほんまですね、ションパイのペイです。松井さんの何のどこにいるんだろう。打てる牌が少ないんじゃない。打てる牌は今 E1 が通った E1 で、まあ中抜きのもう3ピンぐらいですか。まあまあ数万が3枚出てるし、出てるんでまあ2万ぐらいかもしれないですけど、けど最終手だし数万、そうか数万でしょう、あれ、あ、うん、あ違う違う、ち、え、数万って数万最終手だしです。ただ数万数万なんで、ヤンマンが、あ、ところが松井がこれを、そうなんだよ、ヤンマンはね、そういうことですよね。そう、町でヤンマンが小林に当たりづらそうになったところで、うん、そのヤンマンで待った松井さんっていうことですよね。そうですね。いやー、松井さん、うまい。いや、うまいですね。エロい、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 エロい上がりとなりました。うまいとは言いたくないと。エロい、今のところ松井チームのワンツーです。ちょっと大きいですね。よしよしよし、2球打って、6、4打って、はい、うんうん、で6四やったら小林の上がり、あ、なんていうの、小林の天敗よりは自分の上がりを優先したね。うわー見てこの顔、エロい、エロい、完全にエロい、鼻の下伸びてる、笑ってます、笑ってます、はい、笑い取られてます。打つ順番はじめの作戦会議でもう決まっています。はい、はい、まあこの後今後、まあ、2回戦抜けばその時にまたお伝えします。はい、さあ親が松井です。トン3曲ドラがパワー1です。いやーきついな、ちょっと松井ドラドラですごくなんか良さそうでした。さあなんちゃの中でがなんあんこトンもドイツでドラが1枚、お西村は、まあ、ドラターツが1個ある、小林は、まあ、1面ツだけという感じですね、うん、両面が2つ結構いいですね。皆さん自分がトップというよりは松井ペンチピン入りました、ね、うわーちょっとこれ、この人配信の時いつもついてない？違うそんなことない。違うそんなことはない。そっか、強いか、はい、確かに強いな。
いやこれでもね、展望稼ぐと今度は味方にあの展望分け与えることができるんですよ。しかも松井さんぐらいのね、あのジャンルになるとそれ別に簡単にできるんで、積もって積もってで分け与えてワンツーを取るっていう。すごいね。他ではこれは天杯取りましたね。ポンポンなんトンナンドライチ5200の天杯です。あそんなでかいの。でかいですよ。でかいな。誰チワチワのチソンなんだね。いやペンチはドラヒョウなんでちょっとね、松井さんが一番出るんじゃないかな。そうやで。ああ、松井さんもだけはこれ6万引いたんで7万。なかなか出ない。だってドラと言ってたで。外し。さすが松井さん。コンパソンテンパイ外し。チーマン入っていった中に、えあれ違う。違う。6万6万です。え？さあ西村は3色。今イーシャンテンだったのを、あテンパイだったのを。テンパイだったのをコンパソンを外して、そうそう。テンパイ。いつなりもっといい形にしに。たが、まあチーマンはこれで一旦は出ないですね。うんうんうん。あ、これちょっとチーム見にくいというか分かりにくいですね。なんかあれですね。松井と小林が、うん今回はちょっとチームです。はい。で中で西村が清水チームです。清水チーム。はい。そうそう、名前のところに書いてあるんだね。チームで色分けしよう。できるのかな。ほんまやな、ほんまやね。できると確かに分かりやすいですね。今度言っときますね。今度。今度ね。いません。今して。まあまあまあ、むっちゃはいいね。ちょいちょい言いますね。さあ、裏目のパーソー、ユニチ行くかどうか。行かない。行かない。拒否。ちょっと行きづらいですね。普段の松井さんは確かにもうすでにリーチ行っててもおかしくないね。そうですね。ロータイムリーチ。やっぱチーム戦なんでね。見逃さなきゃいけないっていうことで、ちょっとカンパッソーではリーチ行きづらかったっていうことでしょうか。さあ、これどうするか。ヤンピンとパウンシャンポン。一旦チーソーって、リーチ行きましたね。まあ、これならね、まあパワーは少なくとも出ないでしょうからね。さあ、中でどうする。さあ、シャンポン待ちですが、やっぱりこれも小林から見お、中で押した。よし。はい、来ました。中で。さあ、小林君がどうですか。しっかり守れるか。何のアンコはね、落とすそうですけど。1万が、しっかり。パワーの9万だよ、全部。三井さんのカードだ。押せへん。パワーは落ちてないですね。押せへんな。あ、そうか。実際当たりはいいです。パワーは多分もうないんですね。リャンピンも山にはないです。はい。ただ、どうなるか。中出がどこまで押せるか、押せるかです。中出くんはそれで当たり牌はドラのパワーぐらいしか持ってないのでパワーを打つことないでしょうから。さあ、振り込みはなさそうなんですよね。ドラマたきの Q1 が打てるかどうか。まあまあ6万通してるんで Q1 はね。あ、はい、あ、6万通してます。お、いやすごい運営さんさすがですね。これ松井清水清水松井って。おお早い。めちゃくちゃわかりやすい。ありがとうございます。ありがとうございます。チーム戦面白い、定期的にやってて。まあまだトン3曲ですけどね。面白いか。中根のペンチーマンはドラ表示牌の1枚だけでまだ山には3枚います。もう山さん、おし、もう勝ちやな。山さん対、うん、そうですね、現状このままいけば負けはないんですが。パーマンどこにいるの。どう積もった積もった。カラギリ。なんでね、何のカラギリやねん。いや、わかんないです。今のあんまりカラギリしてない。さあ、西村にペンチーマンが入りました。西村もいいシャンテン。小林がね、小林に関してはおそらく、まあ、しっかり降りるんでしょうね。降りるんですが、振り込まないようにしながらね。小林からはおそらく上がることはないんですが、小林がだからといってバンバン行くとアンパイを増やして他の人を楽にするっていうこと。そういうことなんですよ。そんなん言われてもいろいろあるんですよ。なんできっちり中地に対して降りるっていうことですね。ここそうだよね。松井さんからはもう上がられんから、はい、はよ、積もってくれる？そろそろ中でケアやな。ちょっと色違うわ、色が。待って、チーピンチーソーって。もうないやん。ないんです。いや、もう始まらないから。もう山にはないんだ。リーチしてる時点でもないんだ。そっかそっか。残り2枚のペンチーワンがどこにいるか。うん。あ、テンパイ乗った。どうする？あ、小林テンパイ。数万が切れますか。5万が3枚切れ、ワンチャンス。なんてなんて？数万を切った。数万切って。はい。まあ、小林はね、何言ってもおそらく松井はスルーするんで、ただ中で危険いっぱい。そうですよね、そこを考えたんでしょうね、ちょっと躊躇があったのは。ただ行きましたね。さあ、これによってチームがどうなるか。アゲヘイさん一人、あ、一緒の点一人の手にする。あ、これはこれなんか出そうだ。あ、大丈夫か。おー、数万いったけど、あ、まあドラ表示範囲なんでね。えらい。しっかりしてますね。当たり前とはいえね、うん、落ち着いてますね。まあこれ僕にできるかどうかですね、これが。できるでしょ。いやー、数万取って、数万いやーストピアと言われんねん。数万取れへんか。数万いかないと思うんですけど。あ、確かに。そうか、数万いかない。数万は切ってないね、確かにね、多分。そう、ただ。
これね、相方のリーチだったらゴリゴリ確かに押した、お力強いチーム集まった、トンドドライ押し切りました。1300と2600、お、いいねいいね、いよいよ、そう、しかもリーボー付き、ごちそうさんです、松井さん、ありがとうございます。抜かれ抜かれてるで、そう、ジャンサク初上がりですからね配信初上がり、いやでもこれね、どっちがいいでしょうね、あの味方のリーチにゴリゴリ押すのか、あのまあ安牌増やさない方を選ぶのか、まあケースバイケースはそうだと思うんですけど、まあ他の人の他のチームがどこまで前に出てきてるかっていうことですよね。うん、その時によっていろいろ、ラス目はね、必死にね、ラス抜けを考えてくれないとね、やっぱチームとしては苦しくなっ て,、ね、なってくるんで、もう中根くんのね、今ね、あの、なんとか気合っていうかね、非常に良かったんじゃないかなと思いますね。ラス抜けしそうね、中根はね。まあ、松井がカンパスをリーチし してると簡単に引いてましたね、3900ホール。その後悔があるかどうか。うん、普段ならおそらくリーチ。そう、結果なんですけど。いや、もうそうなんですけど。今上がってませんけど。いや、それも松井がどう思ってるかっていう。どうでもいいですけど、はい、どうでもいいんだ誰のキャラですか誰ですか、あなたは。あ、もうない曲やったなたんちゃうのこれ、はい、トン4曲です、トン4曲です、トン4曲、ドラガパーピン、中でどうやるコムやったら合わせよ、そこ正解を言う、そうですね、肉たらしいって言われたドラマパーピン、はい、お、小林ドラドラ、あかんあかん、小林あかん、小林あかん、いけ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 、いいじゃんね、ちょっと待って、いいじゃんって。さあ、松井が仕掛けました、勘違いのチーム、ポンポン、最初頑張るっす。松井は単葉ですからね、単葉のいいシャンテン、簡単簡単ですが、いいシャンテン取りました。まあ敵の矢はすぐ流すすぐ流そうと、特にラス目の矢はすぐ流すということですね、はい、ただここは小林の出番っぽくありますよね。そうなのよ、そうなのよ、小林さん頑張って、ミューの配信マジャン真面目やのに面白いから好きありがとうございますありがとうございます。まあ松井プロ、清水プロのおかげです、ほんまやな、ほんまやわ。これドドメ色って何？わかんない、どんな色やん？あ、聞いたことあるけど何色なんだろう、どういう、あのね、清水さんを色分けしようっていう色ちゃう、あ、その色がこのドドメ色ってやつ、もう見るからになんか汚そうな色やんなこれなんでやねんさあ、小林が強くなってきました、良くなった、はい、まあさらにチェスを引いてより万全に、ただパーピンがドラなので本一はいけない、さあ、先輩換算層、でも小林さん入れてよね、松井さん、そうなんです、そうなんやな、だからここでどうやろう、小林の猛プッシュを見て松井がどう判断するかですよね、オッケーオッケーって、そこでリーチするんじゃん、しない、しない、しない、これはしちゃいけない、パックを拾う、ただし、まあ、誰が掴むかですよね、敵チームが掴んでくれたら万々歳ですが、え、これ小林どっちつもともまさかの跳ね回るやつか、まさかの跳ね回ですね、マジか、スモ3個ドラ3個、だから小林欲しかったんやねっ、そっかそっかそっか、スモ跳ねやから、ただまあおそらく松井からは白を見逃す可能性は高いと、うん、そうですね、つまんな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 、いや何違うよね、全然リーチかどうかですね、これはピンって何、いった、あ、いった、これを見て松井がどうするか、そうだよね、ちなみにあの解説はどなたですかという質問ありますけど、はいはい、今回の番組に限り、うん、麻雀の解説あまりしません、応援をします、中でから出ましたしょ、そう、ハク出た、リーチしたのに、リーチ、ハク、ドラ、ニ、マンガン、マンガン、ユーチャフ、鳥ユーチャフ、ハセン、小林が中でから初流れとなりました、でかいなこれ、もうおそらくリーチがあっても中今日も吐くということですが、まあ親ですからね、中では、これね、直だとチーム戦、チームトータル1万6000点じゃないですか、はい、めちゃめちゃでかいですよ、しかもラスの可能性は中では結構高くなってしまった、高くなっちゃったね、もう、ま、あとは松井さんがやりたい放題してトップに着を決めに行くっていう展開に、ちょっともうアゲヘイさんお話しといて、今からなるんじゃなかろうかと思って、うんうんうん、さあ西村がおとなしいです、西村が現状中でから白でって書いてある中でから白で、まあほんまちょっと西村にとってはあれですよ、もしかしたらもうこうなったら俺稼いじゃえみたいな、そういうことだね、気持ちは楽になると思いますよ、まあもうあなたラスでも仕方ないから、仕方ないね、あの要するに中でが自力で上がる以外ね、あの助けようがないですからね、そうなんですよ、うん、振り込んであげてもね、3茶4茶になっちゃうからね、だからこれね、はい、結局はラスを引いてはいけないゲームじゃないですか、うん、順位馬が20、プラス20、プラス10、0、マイナス30、そうですね、
なので、まあもちろん外4関係あるんですが、結構馬が大きめなルールなので、まあラスを引かないこと、ラスを相手チームに押し付けることが一番重要な展開になるのではないかなとは思います。これだからね、もうこの状況になってくると1000点2000点だったら松井チームは味方からの直撃全然当たれるんですよ。1000点だったらもういいくなったよね。そうなんです、もうね、場を回したいんですよね、はい、このまま中手に上がらせる前に、はい、とにかく中手を締め付けて、まあ、局を流していって、締め付けるだ、最悪西村が2着に上がってもいいんですよ、うん、周りはね、あの2人は、2人はなるべくこのままで終わらせたいが、とりあえずラスを中手に決めておこうという感じになりつつあります。そういうことなんや、はい、道場そういうことなんや、道場行ったことないけど道場になっちゃった、なっちゃったね、なっちゃった、また来てね。さあ、ドラマ2-1 西村の野蛮です。うん、清水チーム西村さん、おとなししといて。いやいや、おとなしくしたらここへ暴れるところや。中手から白手が今日一です。一回戦のトン4局で出た白手がもう今日一だった。あ、なるほどね、ツイートした、甘いな、 今すぐツイートしたい。もう誰がいいですか、誰がいいかな。そりゃうちのチームの誰かがいいよ。今のところいいとこないですけど、お宅のチーム。お前さんも初ポンやで、ポン、松井が、まあ、形はいいシャンデンですよね。イソチイソシャンポンでさらに真ん中にくっつけばいいになる。さあ、ドラ切った、中ではドラを切った。おお、そんな勝負手か、どこだどこだ中で。いや、このドラを見てね、周りのに敵チーム2人が、まあ、若干警戒しつつですけど、西村は当然自由に打ってくるじゃないですか、親なんでね。まあ、逆に言えば西村の親を自分に注目を集めに行ったという可能性もありますよね。ドラを打っておいて、他私を警戒しておいて西村を頑張らせ らせると、いろんな考えがね、こうあるわけですよ。そうか、そんなこと我々にできるのかとね、渡辺さん。後で頼むで、ほんま、やってください、頑張ってやってください。そう、ドラを打った中では、ちょっと無形ではありますが、いいシャンデン、いいって説明、はい、直前かな。でもこれね、最高位戦ルールでこの前そのカジパラではやってましたけど、そうですよね、今回って、はい、ミュールールじゃないですか、はい、打点上がりにくいし打点が読みやすいじゃないですか、一発占いから、うん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 、これどうなんでしょうね、差し込みしやすいのはしやすいとは思うんですけど、中列の時に、まあ、余計向いてますよね、このルール、あーかもしれないですよね、まあ、はい、打点がきっちり読めるし、まあ確定しますからね、裏ドラっていう脅威がないので、小林がなんかトイツいっぱい残しましたね、4トイツ系にしましたね、松井が伸びない、中でも伸びない、いやもう松井さんはちょっと休んどいてもらおう、今回は松井さんに、今のところいい手の2人が、いいシャンデンの2人が全然動きません。あ、そうなんですよ、今日ね、にしゃ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 はいないんですよ、にしゃ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 にしゃ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 、今回の企画は、まあ、新人選手を紹介しようという意味合いもありまして、うん、こんな人もいますよという感じの企画ともなっております。そう、小林レオン引いてチートイツのいいシャンデンですね、お、いいシャンデン、松井が入らない、いいぞいいぞ、中でも入らない、いや早く入ってそこは、さあ西村さんはこのいいシャンデンです、西村もいいシャンデンなんですね、ドラを引いてば、カンスーナーでも、え、カンスーナーを引きたい、行くな、でもカンスーナー、まあ、おそらく行きますよね、行くな、あ、でもちょっと順面遅いかな、うん、リーチはもうしないかもしれないですね、しない、積もればだって3強あるんでね、さあ3層イーソー切れるか、あの3色になればね、うん、イーソー切りました、さあこの手もやっぱりまだこの順目ですが、行きます、中で中したらいいんちゃうか、ドラを先に引いた場合はどうするかですね、あとは、うん、リャンピンでも2六ゴールになるようにリーチする可能性もあります、新人のミュウ期待の星らしいよ、ヤンピンだけどすごい出てるな、あ、でもあのどっちかって言ったら僕あの若手の部類に入るんだね、ミュウの中では、年齢的にもあの入ったキーでもそうですけど、まあ新人を集めてると言ってますが、僕より年下が今日いないという、まさか全員僕より年上かと同い年と、さあ小林が転売しました、数万短期でした、今ドラ短期、ドラはまあ出上がりは基本期待できないかな、転売取ることが大事かな、そうですね、うん、やっぱり竹井さんが転売してないからな、そうなんです、あ、できた、ナイスアシストや、さあ経験でさ関数ワン転売入りました、いや、いいよいいよ、こういうの大事、味方が転売ってないと思ったらさ、ちゃんとね転売取らしに行かないといけなくてね、そして松井も転売、ナイスアシスト、また得意のペン、あ、ペンじゃない、ペンちゃうねん、はい、肩上がりです、ローワン肩上がりの、どっちもどっちにしても肩上がりか、いい
6万掴んじゃった掴むが打たないか、ね、ただテンパった時にどうするか、まだ積もは1陣あります。一人脳天だと何ぼ、何ぼ差がつく。あ、4万もさ、ドラを引いたが、ドラは切らないしも何を打つか。じゃあ、チーマン切ってもらうの？パー1か G1 ですね。パー1じゃないですか、行くなら。パー1、うん、そうですね。通る、うん、ワンチャンスだし。さあ、中出が転敗しない、うん、よしよし。はい、西村、小林、松井の3人転敗となりました。よしよし。中出にとっては辛い展開が続きます。で、ね、でも、投げ兵さんを転敗にさせたから、まあまあまあ、それはね、大きいですね。本当に最低限の、まあ、ことだと。ちょっと、ぐさっとトゲがある言い方がするよね。信じられないな。そういうつもりは全くない。本当に最低限。いや、でも中田さん、いい仕事はしましたよ、ちゃんと。そうそうそうだよね。いらない範囲切ってるだけ。そんなことない、そんなことない。で、敵やったな。確かに見らない。裏はパスポー。はい。松井さんに3枚いけ。さあ、これでまた連チャンですよね。はい、うん、ドラがパースを西村の親番です。清水チーム西村の親番です。ユーモツアー選手って審査とか試験っていつなん？次の出場審査は4月でしたっけ？あ、だいたい春と秋ですね。そうですよね、3月か4月。はい、まあ育成会場も関東関西、はい、まあ特に関東ですけどやってるんで、ぜひユーの本編でよろしくお願いします。今回関西ね、初めてね、はい、育成会やるんでね、はい、うん、僕ん家来ても何もできないよ何をするか知らんけど試験試験なぁ、何やろう、マリオカートとか違うないいね、いいね俺より早かったらいや、俺めっちゃ強いで、強いめっちゃ強いで、強いってないね、マリオカートでそんな表現ないわ。さあ、小林いきなり仕掛けました。3ピンチ、じゃあ食い逃しから入りました。ほうほうほう、なるほど。じゃあもうこの曲はとにかく潰しておきたい、曲を流していきたいと、うん、さあ、中ではドラドラで本日に向かっております。中ではちょっとラス抜けにはでかい手が、そこまでいらんか、はい、いや、いるな、いや、いるんですよ。さっきの一人の点ね、めっちゃでかいんですよ。ラス抜けするということに関しては、うん、西村うまくるんじゃなくて、うん、松井うまくるんですよね。あまりにはない。ラス抜けって、今日の場合はね、出てないってことやもんね。そう、敵チームを超えておかないという意味がない。むつこれ。あれ、関西でも育成会って3月に、はい、3月にやるんです。さつきでしたっけ。行く、そうそうそう、行こうかな。3月の3週目の日曜日ですかね、確か、うんうんうん、はい、ぜひよろしくお願いします。ちょっと待って、今、マジ何が何が何が、マジっすか、今何が、うん、今マジの質問、マジ質問で書いてあるんだもん。あー、誰が、はい、やりますよ、今3月、3月にやる、素人でも、もちろん、うん、もちろん、どっちかというと選手じゃない人たちに来ていただきたいので、うん、はい、まだ年後のまま、しよかった、ね、あと西シャシャシャのあたりもなんかね、勉強してるかもしれんからね。そうそうそう、育成会でね。そうそうそう、みんなでマリオカートマリオカートの育成会ボンバーマンでもいいよはい、で小林が、ウーパーマンとスーチビーのファイナルのイーシャンテン、まあ、か三色の可能性もあると小林が、ね、ここですね。これでもまあ、とにかくもう先手どっからでも上がりに行きたいっていうことです、うん、そうなんや、もうね、流すだけやから親を。で松井もそれを先手と察知できたら差し込むこともあるっていうことですね、うん、ドラがパーソーとかこれね、なんかわけのわからん自敗とかだったらね、もう明らかに食いターンとかだったらもう先手丸見えなんで、はいはいはい、ちょっと差しやすいですけどね。今回はちょっと7700とか言われるとちょっとね、逆に見逃してくれ、できちゃうとね、はい、見逃してくれるかなと思いつつ切るっていう手もありますけどね、うんうんうん、高い安いなら当たってくれるし、高いなら見逃してくれるかもっていうことで、うんうんうん、お松井が動くか、完全取らない、はい、まあ、アンパイを持つっていうことで、うん、松井がテンパイ、何や、ヤンパピン、ヤンパピン、いやもうきっちり上がりね、もう何点拾いに行くだけ、1000点なんで、これもおそらく1000点だったらもう、あ、もう味方から全然上がります、上がります、いいよね、いいよね、積もる、あー、あっさり積もるわな、もアンケヘイシン、親子ブラセ、はい、松井のツモピーフ400、700の上がりとなりました。これね、アンケヘイの親流れたことでかなりきついんですよ、ね、もうこの時点でアンケヘイさんも勝つとか出えへん時点でもらえるのに厳しいよね、はい、さあもうこれでもう松井チームはどんな、これはあと2曲被せに行くような感じの、被せに行く感じしますけど、おそらく松井チームはこれはどん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 まだ加点、まだ加点してきますね、狙う、難しいです、判断が難しいですよねちゃうね、これね、リーダーのさ、関係あれ、わし打っとらへんかな、まだ小さくに突っ込んだいや、でもこの2人を選んだのは
清水さんと。いやいや、もうそれは僕も勝てますから今日は。うん、はい、うん、まだまだ、まだ僕のチームで松井と小林でしたっけ。待って人生プロ同士同じチームで私対象になっていい、初めにおかしい、それでもいいけど。それはそれで結構政治的プレッシャーかかると思うよ。そうだね、はい、何二曲、ドラは9万、松井チーム小林の4番です。ちょっときついな、これ。プロデューサーさんも爆笑してる。マジで、何を見て笑ったんですか、今。わかんない。わかんない。プロデューサー来て爆笑して入ってきました。あんな笑顔の親子さん、久しぶりに。ねえ。いや、ちょっと頼むわ、頼むわ、これ。親かぶり、まあ、というか、チョコがもちろん一番いいんですよね、ツバトンだけど。とにかく中出が大きい手を、うん、誰かから得ってラスに落とすっていうことが一番の目標ですよね、うんうんうん、でも2万点以上差ないですかあれ、ひょっとして、2万近い2着目の松井とは2万200点差、うん、ただ中出には親番が残っております。コメント面白すぎるね、右肩上がりやな、親番が最後なんで、まあ、外れかけてるだけやね、うぜ、マジで。これ西村のタップはどうすればいいですかね、ここから。西村、今の手次第ですけど、この手くらいだと被せるのはちょっと厳しいので。お前、まあ、右肩上がり。いいのみでも何でも贅沢に言ってらんないんじゃないですかね、これだと。まあ、西村はとにかく松井をまくっておかないと J チームがどちらからラスになってしまうってことですよね。中でのこの出だしが、ね、とても早い手には見えないんでね、はい、スーソーパーソー、イーピンロース。そうですよね、そうなるとやっぱりね、中での親を迎えるまでに松井をまくっておかなければ。そうですね、中での手が早く見えないってこと。え、見えないですね、まあ、遅く高くですよね、うん、そうですね、そうだからここは中では、そっか、親あるんやもんな、はい、まだラスやろ、そう、最後に積もり散らかせばいいから、2人とも最後は野蛮なんで、そうなんですよね。じゃあその前に、そうか、西村が2着以上に上がっておくことか、はいはいはい、そうですね、はいはい、あと2曲の間に西村の最低条件は松井もしくは小林の上に立つことですよね、うん、小林がね、非常にいい。お、すごいすごいすごい、見て、麻雀連合をなんか松井さんと僕が乗っ取ったみたいになってる、これ。おー、ありがとうございます。上さん、ありがとうございます。ありがとうございます。いいね、あ、色分けもしてくれてるの。色分けはとてもありがたいです。すごい、我々の要望はどんどん通って、うち赤やけど、一応中ではチートイツのイシャンテであるんでね、はいはい、そうなんですよね、西村もチートイツのイシャンテ、二人ともチートイツのイシャンテ。まあ、こうなっちゃうね、苦しい、材料も、うわー、これきついな。1下でヤンマリーチ、メンタンピン、親から。親のメンタンピンか。ここはもう完全に稼ぎに行くってことですか。うん、なんでしょうね。もう呼ぶらしいです。夏祭りでよ、コメント天才やね。じゃあ毎月そうやな、ここほんまに見てる人、ありがとうございます。祭り ×3 って何。あ、お前祭り ×3 や。いや、むしろ ×5 や。あ、ほんとだ。なるほど、縦に祭り祭り祭り、清水は ×4 なんですよ。こりゃウーマン、水産からは上がらんとしても、はい、もうおそらくやっぱ2着目からは上がりづらいですよね、5800。じゃあ松井からは上がらないですよ、これ、はい、うん、松井ももうメタボタン打たないんじゃないですかね、はい、そうですね、松井もここは どうぞ積もってください。自分がよほど高い手が入らない限りどうぞ積もってください。そう、で結構いるやん。さあ、松井がいいシャンテン5枚、うん、うん、結構いるはずですよ、うん、さあ、ただ松井はアンコ落とし、小さなアンコ落としに入りました、うん、やっぱ打たないですよね。そうですね、もうあとのこの曲は、うん、自分が押してテンパイを取りに行くよりも周りに情報を与えない方を優先したんですよね、うんうんうん、ええこと言ったな、ええこと言ったな、なあ、分かったな、あ、なあって友達、友達、いいこと言うたな、ね、下りさえなければいいことだったかもしれない。 あ、消えた、ごめん、清水、清水、ごめん、最終的にまあそこにトータルポイントが入るということに、はい、でいいんですかね。おそらくそうだと思います。これでもうね、分かりますからね、はい、残りが4枚、1枚減りましたね、1枚減りました。誰だ、誰だ、松井が1枚、456とか、イーシャンテに復活してますね、しかも、さあ、他チームもここはなんかかわしに行きたい。あ、テンパイが入りました。中でローワンか G1 を、ローワンか G1 を、ローワンか G1、どちらもリアンベルですけどね、どっちも取るで、どっちも取るで、どっちも取んねえな、どっちも取るで、取った、あー、ダマ、ローマンが、そう、相手中央の方行きましたね、ドラが9万ですが、まあ普通に枚数で行ったのかもしれないですね、これね、3は通ってますが、中央押しました、まあローマンの方がちょっと上がりそう。さあ、西村は、2商店降りたね、まあおそらく、もちろん中央押しは他の人には全員見えてる、そうですよね、
それを踏まえて松井はどうするか。もう松井でもドラドラ持ってるんでね、残りの2枚持ってない限りはそんな怖くはないんですが、まあ、それでもやっぱりこの局面で押してくると怖いか、親にチームを押されると、まあおそらく展開ですね。さあ松井がどんどん吸収してしまいます。このリャンワンは打たない、味方が吸収。あ、さあどうする、きついぞ。さあ正解を引けるか、それとも降りるか。奇跡のローマン、さすがに打てないか。そうですね、やっぱりちょっとこう選べないですよね。選んだよね、うん、まあチームは1枚だけでもね十分押した。はい、1回は様子見たらさすがに今度は、まあ、キルマはローマン取ったかもしれませんが、ちょっとやっぱり無理ですよね。あ、ヤマン打ったけど、ヤマン打った、ほう、うちさんね、うん、うん、ちょっとここで動かしに行きましょうか。うん、まあ、この順目ということで、もう他の人も降りたということで、ちょっと、うん、ということなんじゃないかと。それで自分の天杯も取る、はい、取るっていうことですね。賢い、エロいな、賢い、エロいな、これは。エロない、マジでエロい、エロいな、さすがにこれはエロいですね。味方ながらエロいわ、どうしよう。いやー、しっかり、見逃し仲間なんで、これはすごいね。うん、チーム戦なんでね、はい、そうですね、味方から5800ここで上がっちゃうと ね、具合悪いんで、うん、それよりも、ね、はい、はい、あの記録になったらもう安牌を増やしても大丈夫ということですよね、はい、もうここまで来てしまえば。そうですね、回れて上がることもないので、もう切っておく、そして自分の天杯を入れておくっていう、うん、そう、脇2人の檻をちゃんと見て、でそっから切ってますもんね。エロいですね。いやー、素晴らしいね。ちょっとこのドヤ顔だ、ドヤ顔ね、完全にどうやってますよね。どうやってますね、完全に。どうやってもいいですよ。いや、どうやっていいですね。今のは素晴らしいですね、やっぱりね。どうやっていいって。どうやっていいですね。48のドヤ顔ですよ、これ。みんなが、こうやって言ったら。私も完全に油断してたでしょ。打つのみたいな。俺の思った、俺の思った通りやで、みたいな顔しましょう。くそー。さあ、松井が好き放題やっております。ほんまや、松井さんの手で転がされてる感じや。何の2曲、その2、ドラガーシャワーです。うん、松井チーム、小林の親番が続行。はい。まあ、ついてですね。ちょっとこれトータルもうすでに圧倒的大差ついてへん？ついてますね。まあ、とにかくあと2回ありますもんね。後でいるかもしれんから。今度は清水さんがやりたい放題すればいいんですよ。できへんのやー。おそらく松井さん2回戦抜け番という噂は聞いているのに。そう、ハイパーいいですね。小林さんも松井さん、ハイパーいいんですよね。はい、あ、ちょっとあの席座ろう、次。席。そうですね、席を。そうそうそう。マージャン席やから。席やん。よかった。うちさん、そう。今のキル。今のテンパイ脳天。今のテンパイ脳天で6000点差つくんか、ね、チームで。6ポイント増えます。そうなんです。だからこれテンパイ脳天マジで偉いですよ。きつない。本当に。6000点もつくの？なるべくギリギリまでやっぱ粘れるときは粘りたいんですよね。うん、さあ中手が234か1通か、ドラが浮いています。一応まだ両方見る、ドラがシャア、ドラがシャアで清水チームの2人に1枚ずつ浮いてるんですよね。お荷物やん。全部がお荷物やん。2人お互い重ねたら、まあ、まあまあどっちか重ねる。小林ポンが入りました。ペーのポン、初のポン、そして本一に向かっております。まだ4点、うん、そっか、これ時間制限きついな、ラスオや、ちょっときついわ。そう、待ってこない可能性がありますね。長いなと思ってたけど、ほんまやな。あと何分ですか。あとね、28分、まだ結構あるんですけど、まあ、一応あります、ありますね。あ、しかし、いい感じのインシャンテになりましたね。チームの2人はもうこのまま、もう時間を使い切るまでお二人で連チャンしてやろうとは思っていると思います。タイムボカンですね、そうそう、ボカン。タイムボカンっつった、今タイムボカンはちょっと世代バレるからやめよう。爆発するからな。はい、全員30以上でお送りしております。テンパりましたね。チュン短期よ。初本一のテンパね、7700か。はい、急走を切ってチュン短期のテンパイ。ただまあ、イスジソリアルパスを引いたらっていうことですよね。そうですね、入る可能性が高い。とりあえずのチュン短期ですけど、これ松江は打ちやすいんですよ。で、うん、同じ順目に合わせないと他の人死亡するっていう。中手がチュンを掴みましたが、ちょっといけない。チュンはいけへんな。さすがにもうあの仕掛けに対してはね、まあ押すことはないんじゃないですか。清流ポンの、まあ、おそらく想像本一に見えるであろう川です。さあ、西村はドラを重ねていますが、ちょっとやっぱりまだそう、ね、まだメンツが一つもないんでね。さあ、リアンパスに変わりました。詰まれば天パ2600、リアガリ5800の天パ。中でからチュン出えへんからね。誰がぼやっきーやった、世論調。はい、世代がバレます。最後見てない。リアンパスはあの間、
本当にこれ積もったらやりたい放題ですよ。まあやな。ボヤッキーともう一人誰やったっけ、あの太いの。トンズラ。トンズラ。逆や逆。本当で。ボヤッキーか。あれボヤッキー。あ、ボヤッキーが痩せてる方が。が細い方じゃない。多分そうだと思う。トンズラ。今名前違うんだよ。アゲヘやね。やった、成立したできた。小林は T 層つもぎで、イス T 層にはファイズレオンパソ続行です。あ、二人ドラドラになった。これどうすんだ、これリーチしちゃうのか。互い重ね合うんだね。さあ、関連層のテンパ入ってます。イー層に手をかけているか。いいんじゃない、イー層。おー、イー層に手かける。まあ、まず、そうだね、ちょっとリーチする、まあ、どっちしても層がもう打てない。するかしないかは別として、ね。さあ、ただレオンパソ、レオンパソ対関連層。さあ、イースチーソにしていれば、していればですが、まあ、天パの可能性はレオンパソの方が高いんですよね。うん、まあ、っていうことで、チーソーは紡ぎたと思うんですが。さあ、小林がどこまでいけるか。ヤンソー、あと1枚しかないですね。そうそう、ブロッキー、そうそう、それそれ。さあ、ヤンソーまだいる。いやいや、いないです。あと1枚。あ、ヤンソー、西村が統一だったんじゃないかな。そうですね、うん、ランゾーはあと1枚です。あと1枚いるんですね。小林はどこまで押せますか。小林ね、ここはもう押し切っちゃっていいんじゃないですか。押し切っちゃっていい。ここでいいと思いますけどね。ただ中で逃げちゃって、あのね、西村のリーチだったら、うん、まあそんな安くないかもなって感じですけど、中でのリーチってまだ親があるんで、とりあえず自分の親を迎えたいっていう見方もできるんですよ。だからね、打点はどちらとも言えないですけど、まあ高い可能性は十分ありますよ。かなり悩んでたリーチでしたもんね。ですよね。そう、小林はブンブン言っております。まあ、実際は5200あるんですよね。はい、うん、リーチドラでの管理はそうです。高いですよ。現在の、は現在のところは振り込む可能性が。あー、詰まった。すごーい、すごい。はい、小林、初本一40分、7700、26オール2600の上がりとなります。すっげーな。よし、清水チームの松井、小林頑張れよ。やっぱり私リーダーでいいの。赤、ちょ、俺も次名札右肩上がりにしようかな。いいの、若干忘れてんねんね、左の方。いや、だったらこう26オール上がれるんやったら。人間の方の小林強いな。はい、すごいすごい。パーマン小箱じゃない方ね。違う方。まあ、ここまで松井がやりたいことをずっとやって、それに小林が期待に応えてくれているという、はい、ね、曲はずっと続いてますよ。そうですね、はい、偉い偉い。いや、なんかいい感じで、もううちのチームすごいよ。もうトンパツから1500見逃したらペンキューピン積もられ、なんやねんみたいな。さあ、小林連ちゃんと何曲、そもそもドライワンですって。そうなんですよ、あれだから僕はね、最初上がっといた方がいいんじゃないかと。あのロキューピン、うん、1500 ね、あの普通に麻雀としてやっぱりね。さあ、パーピン感、西村が早速感しました。イシャンテンです。ドライチイシャンテン。おお、はい、3個まで行こう、3個まで。リーズも3個、ドライチ行こう。まあ、リーズもドライチも点数一緒です。ほんまか。さあ、マンドラはありません。はい、まあ、点数一応23,900か24,000にはなります。100点上がりますけども。100点上がるじゃん。すいません、失礼しました。はい、わあ、小林さん、満点。さあ、小林さん、3個の勝ち、100点になってますね。さあ、小林がイーシャン点、ドラを重ねると偉いことです。そうやね、わざとやね、もう、もはや。さあ、中でもチームは入ってメンツができました。西村はイーシャン点ですが、まだ入らない。ちょっと形が苦しい。小林もがかなり。松井もいいぞ、チームが別。意外とな。まあ、西村はもう攻撃に行きやすいですね。だけどね、もうこんだけ点差ついちゃえばね、うん、もう自力で稼ぐぐらいしかないんだよね、実際のところは。お、僕プロになれるみたいですよ。やったな。やった。はい、認定されます。人気やんな、やっぱり人気やわ。なんでやろうな、人気、愛されてる。さあ、松井のチューンの仕掛けが入っておりますが、実は松井が一番勝ちが悪い。おお、かっこいい、それぐちゃ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 泣き、はい、どこどこ。まあ、ぐちゃぐちゃということではないですが、どこどこどこ、他の人は進みますよ。え、そう、まあ、他の人はちょっと良すぎるんで、まあ、西村が、まあ、形という意味では少し悪いが、さあ、小林はドラはまだ打たない。さあ、松井きっちり泣かせて、小松井さんどうするの、上がる。もう上がっていいじゃん。もうどこでも上がる、どこでも上がる。もちろん、もういいの。もういいよ、十分やん。そう、トップ2着で終われれば最高なんでね。はい、さあ、ドラ打ちましたね、いらんの。はい、まあ、まあ、ドラ切ったんで合わせましたね。むしろ小林の方が松井からは上がらないっていうね。うん、そうですね。三着になっちゃうともったいないんで、ね。小林さん刺すまである。そうそうそう、刺すまである。自分の手が良すぎるんで。うん、
松井さんの手が安いって読めるはずなんでね、これはドラも切ってるし、まあ、あの小林は別に刺す刺さないというより自分の手を進めるだけですね、手格好で。なるほど、この手まっすぐ行きたいですよね、タイヤのピフリペコまで。うまいな。あ、こでも、もしかしたら今度はどうなんだろう、今度はリーチしないかもしれないですね、だからね、小林さんね、うん、松井からローンしないために中田がくっつきの形になりました。サブローワンのくっつきのイーシャンテン。さあ、手前入った、頑張って。西村がシャート、これもリーチするしかないですね。そう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 、シャートパスト全然 OK、 全然 OK、 シャートパスト。これでもうね、あの松井チームが結構行きにくくなるんでね、うん、さあ、キューピンをしました、キューピンをしたよ、ね、そうね、いや松井さんも押すしかないから一枚切りでパピアンカンっていうことですね。あ、で小林がだいぶトップ安泰なんで、ここはまあ、はい、まあでもね、トップ3着と今のトップ2着崩したくないしな、結構難しいんですよね、今の松井は。小林スワ打ってサブローワンテンパイ、テンパイリーチしないですね、やっぱりさすがに高め。さあ、中でもテンパイ見ました。あ、まだ崩したんですね。ローマン出たのテンパイですか、関数ワンのテンパイ、中でカンスワンのテンパイ、高め単品3色中では関数ワンのイペコテンパイです。ですね、バッソーはそこから出るとね、西村上がるどうするか、どうするか、ああ上がると上がった方がいいと思います。上がった方がいい、はい、リーチドライシー4500の上がりと思います。最低2着だけでも変わりたいと思います。そう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 、おそらく、うん、まあこのままでもきついんでね、3200行き詰まる、時間的なこともありますね。そっか、うん、で西村はもう中でのラスを諦めて自分が2着トップになるという感じですか。しかも松井天杯の、うん、しかもおそらく小林も天杯っていう状況でちょっと見逃せないですね、あの状況の方がいいのか、うん、私は見逃せします。いや、あのね、松井がもう完全に降りてる、小林も完全に降りてるだったら見逃してもいいんですけど、あの状況で自分のシャンポンリーチ見逃すと、うん、もう上がりがほぼ見えなくなっちゃうじゃないですか、うん、なんで降りたら見逃した方がいいの。だってあの別に行くのは自分ら2人だけだから、あ2人旅になれる、うん、できるから。そう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 、はい、実況席は実況が田村、解説が田村、え解説たちのツアーそして応援解説として、渡辺さんと清水プロに来ていただいております。はい、お願いします。さあ、南三局ドラがチーム1です。松井チーム松井の親番、もう泣いたで、ね、行くよね、行く、はい。さあ、中でも仕掛けました、パーピンポン、うん、もう最後の親番にかけるみたいな。はい、ドラがチーム1の統一で、白バック、まあ、とにかくお、西村がなあ、暗号にしましたね。お、なあ、まだ時間は20分ほどあります、うん、さあ、ただ松井がいいシャンテン、早い早い早い、ヤン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 、もしかしての小林、アシストだ。清水プロはここからの出番に備えてまだ打ってへんから足切りやめてもらっていい。足切ったところ7時台なんでそんな負けキャラみたいになったの。まあそれは完全に先月までのもう結果がでもちゃんとね、この前優勝したんやん、一回も行ったことない道場の、うん、あれかっこよかった、清水さん、ああいう勝ち方するんやなって思った。なんか含みあるよね今の言ったら。清水さん、あれは勝ち方って感じ。そう、松井が良すぎる、良すぎる、良すぎるな。ただ打点は1500、うん、ただもう松井の目標ってもう完全に2着ですか。そっか、松井さん親番だった。松井2着で十分でしょう、ね、もうとにかく、まあ、2着というか、うん、西村と点差をつけておきたいということですね。点差とあと時間をなくしたいということですね。そうですね、うん、中でのラス抜けをする暇を与えないようにということですね。さあ、中ではドロさんになりました。さあ、そう、この白を小林からアシストしてもらって、そう、敵チームですけどね。あ、ごめんごめん。小林が一生懸命だからチームできる範囲を探して打ってますね、今ね。中出が甘露ピンテンパイかな、ハクドラさんの甘露ピンテンパイ、ゾーレのテンパね、やめろやめろやめろ、ナーセナイフのテンパイです。松井さん、露ピン持ってきてテンパイで、ヤンピン、はい、よしよし。ただ松井、松井も中出も止まりませんね、これは。まあ、中出はウーピンは止まる可能性が、手代わりする可能性があります。そうですね、時間表示消えてる。ただあ、ロピンじゃん、あれ違う、全然違う、スーマン、はい、全然違う。あ、チーした、これ打っちゃうんじゃない、これチーしちゃうと、これは危ない、スーマンチームはやめてー、あ天才、いや、これ今からです、今から危ない、この順目に上がるから、これでウーピン食い取ったらかっこいいけど、ウーピン何、あと1枚しかないし、ゴーゴーって思ってしまう、取りにくいな。今のスーマンチームはどういう意図ですか。町を買いに行ったんですね、これはね、カンローアンだとね、やっぱりまあ、ロピンよりは短期の方が上がりやすい、そうですね、はい、いや、まあ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 、
確かにカンロピのまま行ってもよかったんですが、まあ、いい短期に変えたい。そうですね、満足値もね、5677ですし、満足を広げる。例えば数ワンなんか引いたらね、たらいいなみたいなね。そうそうそう、うん、はい、中での補充、松井の1500の上がりとなりました。南三局その2、うん、松井の4番が続行です。はい、ちょっときついね、はい、これ、はい、1回戦明暗が完全に分かれてます、ね。制限時間あと16分ですね。16分あと15秒。はい、ちょっと表示消えてますが、まだ16分あります。16分あるみたいです、はい、残り時間少なくなったら言ってあげた方がいいんですかね。はい、あ、多分向こうで言ってると思いますよ。まあプラス1曲があるんで、そこまで、まあ、時間切れになってもという感じで。いやー、天神789泣いてるから他の色に出たかったんじゃない。そう、あー、そっか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 、ピンズ中で仕掛ける瞬間、うん、なるほどな。ドラはなし、ドラがパスを、もう、はい、本当に親番持ってこようということですね、もう今回ね、まあ、時間が少なくなってね、時間のこともありますからね。ただこのまま持ってきたところでこのまま行くと西村から、まあ、まくったところで西村から隅になるのに難しいですよね、うんうん、そうなんですよ。まくっておいて松井をまくってさらに西村が上がってっていうことをしなきゃいけないっていうのがちょっと難しいですよね。さあ中を仕掛けて、そう考えると西村はこの局に松井をまくっておきたい。うん、 あと2回あるんでね、初点だけでも回復 す, す,、ね、するっていう手もないわけじゃないんで、実際にはね。まあもちろん清水さん大変になりますけど、はい、まあその意味その意味で親を持ってきて親で祖典を稼ぐために。そうですね、うん、いやーちょっとアゲヘイさん頑張ってほしいな、ここちょっと。さあここまで西村がやってるのが1500の見逃しという、まだ目立ってるのがってことで。いやでも上がったよ、はい、さっきの3200です、ね、味方からな。やむを得ずですよね、やむを得ず、全部売っての流れやからね、これ。すごく嫌そうに上がってましたね。うん、まあ、めっちゃゆっくりした。まあまあ、でもしょうがないよ、あれは。嫌だよね。いや、むしろだあの大ピンチでもありましたからね。そうなんですよね。小林が高めね、はい、そうかそうね、単品3色られて、転敗してましたから。ローマン出たら、ね、はい、もう。あげへ、ここでよ、面本。面本行こう、面本。点差何点？点差は、まあ、満足とすれば。そうですね。778と。もう本当に少なくともいかでも着年を上げてもいいですね。24、92点差ですね、うん、9200。華麗に運らす。ああ、2着とね、2着。そんな次回予告とかないからね、なんか激アツ演出みたいになってるけど。やめてくれる、そういうの。華麗に運らす。ただの運らすじゃない、華麗に運らす。はい、西村仕掛けました、2着でみたいな。ポイント出ドライツのイシャンテン。あ、いいね、いいね、うん、ちょっといいね、じゃあ、はい、激アツ。中でがここでアシスト決めれるか。そうですよ、自分のお金を使うのか。微妙に直も狙いますね、これくらいだったら。まだね、ここでさっとテンパればね、うん、リャンソーチーソーか。リャンソーチーソー、中でチーソーが欲しいですね。中でがここで西村の方が高いと見て、西村に上がらせに行けるかどうか。そうですね、ここで想像外せるかどうかですよね。ここはチーソーが欲しいですね、チーソーが。リャンソーなら直が狙える可能性があるんで。あー、テンパイが入ったもん。今テンパったっぽかったですよ ね, ね。小林です。小林、また小林です。やるな、はい、小林がリャウンピンの単品ドライツ高い。単品ドライツのテンパイ、単品ドライツ、リャウンピン、これでも。さあ、これでリャウンピンに手がかかる可能性はまだない。まあ、ドラパーソーなんでね、松井さんから上がってもいいんじゃない。うん、ちょっと難しいですね、うん、これ見逃すもありますね。ドライチはちょっと微妙な。そう、3球上がっちゃうと最後も中でのラスはいいとして、西村が順位を上げやすくなるじゃないですか、うん、え、まだ、え、あ、下ろしちゃうかった。そう、今はラス前、失礼しました。あ、いいのも入りましたね。これはね、リャンソーはね、リャンソー、松井からはでも出る、小林から出る可能性ありますね。小林から出てもね、うん、まあまあもちろんいいんですけど、もう祖典回復してで一旦近づいておけば。そうですね、下ろすだいぶ違いますよ、逆にまくるという、うん。2着の方がトップまでありますから、ここから直せない直撃すれば、もうそううまいこと松井さんから直ってわけにもいかない。もうだってすでにリャンソー多分出ないでしょ、これ松井さん。そんな気がしますね、うん、打つならもうとっくに打ってる範囲なんでね、リャンソーが。リャンピンってどこにいんやろ。リャンソーあと1枚。さあ、小林のパワーマンが入れば3着の連敗になります。そうだよね、ツモ、あ、そっか、むしろツモもいいか。直よりもツモっていう方法があるか。さあ、中でも急走を押すというか、急走を泣かせに行くが、ダメ。急走、イーソーは打てるか。このイーソーはむずいね。
いた。来ましたね。まだ想像を余らせてないということで、転売の可能性は薄いんじゃないかなと。まあまあいいっす。レアソー、レアソー行こう。レアソー抜き間違いよ。あー、壊しちゃった。さあどうする。これはいいの。あ、上がった。あ、そうだ、自分の順位をね。オッケーオッケー、オッケー、そうだ、これでいいんだ。これあの10ユーマが10ポイントあるということは20ポイント2万点変わるってことですもんね。1順位入れ替わるとマイナス10プラス10ということで、これは良かったんじゃないですか。そうですね、これ OK です。非常に開き直って、あとはもう親番では上がりますが、中出が西村にアシストしに行く可能性もあるということです。そうだね、2着に刺すと2先手を差し込みに行くっていう。そうですね、はい。さあそこをどう選択するか。時間は残り11分。さあ、4局、中根の親番となりました。ドラの3分で終わったら西村の親番です。あの、創始創殺とかそんな次回予告ないから。うまいな。総裁じゃないですか。あ、そう、総裁じゃあ、あのバジリスクのなんかこういうやつがある。難しい次回予告。バジリスク確かにこの字じゃなかったか、あれは。そうそう、総裁って書いてあるけど。あ、中では、中では白昼統一発が1枚ある。まあ本一できればね。あれ、まあうっかり4万8000まで、4万8000、ただ脇から上がってもトップにはならない。そっか、わからんな、まあわからんな。中出がちょっと展望回復してくれるとね、だいぶ楽なんですが、うん、ここで中出西村間の本当にチームワークはどうなるか。もう雑い小林感は本当にどっちが先手上がればいいよという感じなんで。そうですよね。さあ、薬杯を食わせに行こう。はい、ポン。さあ。そう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 。本一ですよね。本一行きましょう、本一行きましょう。これでもね、松井の足を止めれるんですよ。止めれるんですよね。そうですね。西村自由に打てますからね。そうですね。現代史は。西村はもう上がらんのかよな。小林はどこまで寄せるか。お、4枚目の9枚。とりあえずは。西村悪くないね。まあ自由に打てるというメリットはすごくありますよ ね、うん、さあ小林がいい、いいシャンテン。松井もいいぞ。うまいこと言ってるのか。いや、これね、中で王引くの、王がない方が良かったですね。チューンを引けず中で引く、そう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 。小林テンパイです、イースピン。やめて575。松井が頑張ります。さあ松井も仕掛けました。とにかくかわす、いいピン出ました。はい、終わり。あ、終わった、無情。よし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 。西村はね、親番あるんで、こういう時間がね。小林、間違って松井から2000上がったらええのに。さあ、対局1回戦終了しました。あ、ちょっと待って、今オーラスだった。オーラスですよ、オーラスですよ。勘違いしてた、はい、終わったか、はい、いやちょっと、よかった、きついな、これ。これきついね。松井チーム小林、2着が松井チーム松井、3着が清水チーム松井西村、ラスが清水チーム中で一人運ってるー。それマイナス表示も次回予告も箱だぜ。ロズかー。はいはい、1回戦終了しました。まあ、ただ2回あるんでね。はい、また誰がいるから大丈夫。清水チームとしてはかなり苦しい結果となってしまいましたが、どうですか。はい、どうですかって、どうですかって。いや、もうこれは渡辺さんの、ね、自爆に期待するしかないですね。次回予告やばいやばい、本当やばい。松井チームがプラス 59.0 ポイント、うん、清水チームはマイナス 59.0 ポイントとなっております。はい、はい、59.0 プラスとマイナスに分かれたんですよね。まあそりゃそうです、まあ、2チームですね。つまりはどういうことや。100何ポイント差し上げたよね、これ。ただ今108ポイント差がついております。100はちょっとね、はい、きついよ。30、30でしょ、6でしょ。まあまあ、素手も必要ですけど、ただ2回相手チームにラストを引かせればね、十分可能性はあるんじゃないでしょうか。はい、うんうんうん、そうか。はい、はい、それでは、怒ってる、怒ってる。腕の見せ所じゃないですか。見ていただいてお待ちください。頑張ります。頑張ってください。いやー、逆のことはきついぞ。